鬼人で、鬼人で、アッコアンソスタープランシー、鬼人で、キジン種とは、鬼人でカに属する動物の一種である。野鳥、約15から30センチメートルの大型の人でである。多数の腕を持ち、全身が棘に覆われている。サンゴ礁に生息し、生態が、サンゴも、餌とする。ビピンナリア養成は、植物プランクトンを摂取して成長し、定着した体は、 石灰藻やデトリタス、魚などの死体が分解してできた有機物オベルがある程度の大きさまで成長すると石灰藻食、デトリタス食に加えてサンゴを捕食するようになる。石灰サンゴとも接触するときは口から胃を裏返して広げて餌生物に押し付け消化吸収を行う。寿命は6から8年。なお、 通常は、緑石類や古ンサ産ン後類等の成長が早い産後を好むため、産後症の多様性を維持する役目を負っていると考えられている。時を置いて大発生することがあり、成長の早い緑石類や古ンサ産ン後類を食べ尽くして、成長の遅い産後まで食べるため、産後症環境の保全上を有害とされている。ここ数年、沖縄近海の産後症に、 鬼人デが大量発生しており、問題となっている。また、2009年2月には、徳島県麦町の麦大島に生息する、浜サンゴの周辺にも存在が確認されいる。この大発生に関して、自然の長期サイクルによるとする説と、人間の環境破壊に要因を求める説があるが、不栄養化が、鬼人デ養成の餌である、植物プランクトンを増殖させ、 大発生につながるとする説が最も有力視されている。2010年オーストラリア海洋科学研究所にオーストラリア北東部のグレートバリアリーフの鬼人で大発生が農業肥料や都市水などでサンゴ礁が不栄養化したために頻発するようになったという仮説を多方面から検証した日本人鬼人で研究者岡地健太による共同論文が公開された。また岡地は ネット上で一時期話題になった、鬼人で駆除が大発生を生み出す説に対して、鬼人でを傷つけると、腕の付け根あたりからブドウの房のような卵巣や、精巣がこぼれてきます。その棒の中に入っている卵や精子は、特殊な細胞の層に包まれていて、未熟な状態ですので、そのままでは受精できません。仮に、細胞層が破れて受精しても、大多数は正常に成長せず死滅します。 このような生理的な卵成熟のメカニズムは人デ類全般に共通しています。鬼人出の卵を包んでいる細胞層は鬼人出自身が体内に分泌する化学物質、ホルモンの作用を受けて初めて壊れ、卵が放出されます。このホルモンが鬼人出体内で分泌される時期、すなわち繁殖期は水温が約摂氏28度になる6月上旬。 八重山の場合であることがわかっています。と、鬼人ジョが大発生を生み出す説の古竜を明確に解説している。なおグレーとバリアリーフと沖縄本島周辺に生息する鬼人でのゲノムをオーストラリア海洋科学研究所と沖縄科学技術大学院大学などが解析したところ非常に似ていることが反。妖精が海流に乗って 太平洋で広く拡散していると推測されている。鬼人での天敵は増サ産後で、鬼人で浮遊養請を増サ産後ポリップが食べて、相互の天敵関係となる。ホラガイを鬼人での天敵とする説があるが、ナマコやウニなども捕食するほか、1個の鬼人でを消化するのに1週間かかると言われており、大発生した鬼人での前では天敵となり得ない。そして、 鬼人手が汚染に強いことと相まって大発生のサイクルが短くなっているという指摘もある。かつて大発生時には対象療法的に多大な予算を継ぎ込んで駆除作業が行われることが多かったがすべての鬼人手を駆除することは不可能であること、また万全とした駆除が帰ってまびきによる鬼人手の成長を助長し鬼人手の再生産に加担する可能性があることなどから 近年、状態の良い産後症において徹底的に駆除を行う。それらの産後症を保全することで、将来的に、食害にあった産後症への産後養成の供給源とする考えに、基づいた駆除が行われている。鬼人での体表面には、多数の有毒のトゲが生えており、生理活性作用の高いプランシータークソン I 及び、プランシータークソン2を主成分とする毒物質。 鬼人であらどを有している。これが人の皮膚に刺さると毒素によって激しい痛みを感じ、アナフィラキシーショックによって重症に陥ることがあり、最悪の場合、死に至ることがある。刺された時の対応は、なるべく早く、ポイズンリムーバーで血液を吸引し、後にオンシップで幹部を温める。1970年代、インド太平洋海域で、 1> 約1500万匹の鬼人でが駆除された。国内の琉球列島では約1300万匹の駆除記録が残る。国内で最も鬼人での餌となる珊瑚正面積が広く、国内珊瑚正面積の55%を持つ、八重山諸島、石垣島、石西小湖、西表島では1972年から1994年の22年間で、 約163万匹駆除された生産後疲労は著しく低下し1990年以後から回復を始めた。産後の死滅は海藻類を増加させて海藻食の魚類や貝類の一時的増加が見られる。産後の回復を目指して1987年から1990年に沖縄本島南部の知念村沖で産後肖像園技術の研究が 1990年から1993年には石西小湖で産後移植が試みられたが、産後肖増園技術の研究は失敗して矢倉も撤去され、石西小湖産後移植は移植産後の周りから自然再生した産後に覆われて移植効果が見出せなかった。1990年代は沖縄県内の産後は回復傾向を示していたが、 1998年8月末から9月にかけての地球規模の海水温上昇による産後発火が回復途上の産後に大きなダメージを与えた。沖縄本島周辺は産後礁モニタリングが毎年行われておらず、現在回復を示す海域や影響を受けてない海域も一部見つかっている。ンゴ発火は潮流や波あたりの強い外洋に面した症例で回復が早く、 海水循環の劣るリーフ内小地や八重山諸島、石西照湖海域の回復が遅れている。珊瑚礁モニタリングは、航空写真やマンタホーという低速で航行する、ボートに水面を引いてもらう球体以前の方式から、進歩が見られず、30から50メートル水深の珊瑚礁モニタリングは、全く行われいない。国内珊瑚礁の80%以上を有する沖縄県は、 産後症の基礎調査となる産後症モニタリングの頻度と精度を高める努力が求められる。回復の早かった症例を多面積有する八重山諸島、宮古島には再度の鬼人で大発生が現在進行中である。愛媛大学南予水産研究センターの研究によると、鬼人での分泌液には魚の成長を促進する成分が含まれており、 これを利用した資料開発により養殖魚の白天病の抑制や養殖漁業を効率化に役立つのではないかと期待されている。鬼人手が大量に駆除される沖縄県では沖縄本島、宮古島市、石垣市で農業用有機肥料として活用されている。主に南西諸島に生息し黒潮を通じ北上、本州でも確認されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。